話やってたら、私坂井るかって言うんですけど、その反対から読んで軽い傘で探してもらうと多分インターネットで出てくると思うのでフォローお願いします。坂井るか軽い傘ね、はい、大事なことが2回言いました。はい、今日は1曲2曲と、俺たちが大好きなボーイの曲をやらせてもらってます。この後も、今日はね、全曲ボーイ縛りで行きたいと思いますんで、乗れる人はぜひ乗っていただいて、あと2組しかないからね、ぜひ飲んで楽しく踊っていきましょう。じゃあ次にやるのは、俺とトンは高校の同級生なんだけど、高校の時からものすごく大好きな曲で、まあ大切な人のために、歌いたい曲を歌いたいと思います。 Only You。やつらに言われても